僕自身もやっぱりこうね、やっぱり少年、幼い頃だったり若い頃はあんまりこうやっぱ自分自身にあんまりこう自信がないか、自信がないこともすごくあって、でやっぱこう周りを見ててもね、こうやっぱり自分はあんまりこうなんか自分はまだなんか全然ダメだなみたいな、なんかそういうこうあんまりなんかこう前に出れる少年じゃなかった気がして、でもなんかその中で一つなんかこう一つでもなんかこう自分にこう自信の持てるもの、自分がやっぱこう得意とするものになんか出会って、でなんかそれをこう磨き上げていけば、なんか一つでもそういう自分自身にこう自信を持てるものができたら、なんかそれはすごく希望になるのかなってすごく思います。ジョミです。出身は東京で、DJ プロデューサーやってます。僕は14歳15歳の時に、ストリートダンスに出会って、ずっとそのストリートダンスにこう、没頭して少年時代を過ごしてきて、遊びで始めたことですけど、すごくこう熱中したものというか、なんかそれってすごくこうなんかね、みんなが大学受験にするとか、みんながこう就職活動するとか、なんかそういうところにも、まあ、僕はこうあまり、こう力を注がずにストリートダンスの方に力を注いでいて、遊びで始めたことだけど、そういうなんか挫折感もあったりとかも、ストリートダンスをやっててやっぱそういう気持ちにもあったけど、でもなんかこう結局はやめずに、ダンスをやめずにずっと続けてきたことがすごくこう、まあ、自分の人生にとってもこうすごくこう今自分がやってることにすごくつながっている。ストリートダンスをやりながらその、音楽の方にも、少しずつこうシフトチェンジして、で、まあ、ダンスを、そのダンサーというものをリタイアして、そのまま DJ の方にスイッチしたっていうか、スライドした。今自分がこうフォーカスして、DJ しているスタイルは、まあ、そのハウスミュージックだったりテクノが中心ですけれども、広い範囲でそれこそヒップホップだったりディスコだったり、まあ、レゲエだったり、そのオールドスクールのミュージックだったり、結構そのもう音楽全般は好きですね。ナイトライフのやっぱこうコミュニケーションっていうか、なんかそういうのってやっぱこう普通のやっぱこう普通の生活の中で、こう出会ったりすることがすごくやっぱないで、そういうこうカルチャー的な側面でつながることの方が結構やっぱりダンスを通じたり音楽を通じてっていうのが多いので、やっぱそういうところですごくこうなんか今の自分のなんかこう今の自分が形成されているかなってすごく思います。なんかね、人それぞれあると思うんですけど、なんかやっぱ僕の場合は、まあこうダンスをやってたっていうのがあって、でやっぱダンスってやっぱこうね、あんまりこう言葉なんかこう言葉で
コミュニケーションするっていうよりかやっぱこうねダンスでコミュニケーション取ったり、でそれこそ音楽も、ね、その言葉を通じなくても、ね、同じものが好きだったら同じ音楽が好きだったらなんかそれでこう共感できるっていうか、なんかそういうこうなんかあまりそこにこうこと説明を言葉をつけなくてもなんかこうみんなで一つのものをこうなんかシェアできるっていう、なんかそういう素晴らしさっていうか、なんかそういうのがすごくこうなんか僕はすごく惹かれた部分もあって、うん、またちょっとこう非現実的な世界観の中でなんかこう自分自身をなんかこう、クリエイトしていくっていうか、自分自身をこうなんかもっとこう輝かせられるっていうところがなんかそういうこうナイトライフにはなんかそういうこう魅力的な部分があるのかなと、うん、一つでも自分が自信になるものと出会うことがすごくこう重要だと思ってます。で君の10年後20年後はすごくこう今よりももっともっと楽しくて素敵な、 なんかこう未来があるから、もっともっともっと今をなんかこうエンジョイした方がいいよ的なことかな。